こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、フジテレビがフェンシング合成写真問題でフェンシング協会に謝罪、ミスの原因にも言及。この前動画で紹介したけども、フジテレビがフェンシングの歴史的快挙に水を差すことを行ったやん。あの日本人選手の中になぜか韓国人選手を混ぜて紹介した、あのとんでもない合成写真問題。どうもフジテレビがね、その写真についてフェンシング協会に謝罪し、また原因についてね説明したらしいよ。ちょっと今日はね、報道ベースで紹介していくんで聞き寄ってください。東京五輪のフェンシング男子エペ代表決勝で生中継したフジテレビは、金メダルを獲得した日本選手の一人を韓国選手と取り違えて放送し、批判が相次いでいる。放送後にフジのアナウンサーが謝罪したが、説明が不十分だと不満がくすぶっている。フジは取材に対し、確認不足のため間違えたと説明、フェンシング協会に謝罪したことも明かした。肩にめちゃくちゃ大きくコリアと書いてあるのに、どこをどうやったら間違うのか聞いてみたいといった声がネット上に相次いだ。また女子アナの謝罪についても、具体的に何を間違えたのかは全く説明しなかったなどと疑問が出た。富士の中継ではその後に行われた表彰式などを映さず打ち切っていた。日本フェンシング史上初の快挙だっただけに、表彰式まで放送してこそ喜びや感動が共有できるのにといった不満も寄せられている。選手を取り違えた理由について、フジテレビの広報推進部は8月2日 J キャストのニュースの取材に次のように答えた。決勝後のスタジオ部分で選手4人の合成写真を放送したのですが、確認不足のため加納選手の写真を韓国代表のパクサンヨン選手と間違えてしまい、番組内で訂正しました。その上で、フェンシング協会には謝罪しご理解いただいておりますと説明した。確認不足については、今後はミスがないよう再発防止を徹底してまいりますと述べた。表彰式を映さなかったことについては、表彰式がいつ始まるかわからなかったため延長対応を行いませんでしたと釈明し、表彰式の模様やインタビューは夜のニュース番組などでお伝えしていますとしている。確認不足のため加納選手の写真を韓国代表のパクサンヨン選手と間違えてしまい、番組内で訂正しました。だ、確認不足、フェンシングの歴史的快挙なのに確認不足だと、そんなことミルキーブルー納得いかんわ。この前もさ、動画で検証したやん、あの写真について何が問題なのか。その検証動画でも言った通り、この画像どう考えてもね、意図的と思っちゃうね。みんなはどう思う？ミルキーブルーはね、どう考えてもやっぱりね、意図的にしか思えんちゃん。まあね、しかも今回のフジテレビの確認不足のため、まあこれね、よく捏造したテレビ局なんかが使う常套手段なんやけども、まあこうやっぱ言い訳にしか聞こえんよね、今回もね。確認不足、どうやったら確認不足になんの？史上初の金メダルよ。チェックにチェックを重ね、そして出すべきものやろ。なんで韓国選手混じってんねんって感じよね。しかも大々的にコリアって書いてるやん。普通気づくやろもん。まあとにかくね、言えることは、今回のフジテレビのフェンシング画像問題、
フジテレビはね、今後同じようなことがないように厳重なチェック体制の強化を図ること、ただただこれしかないと思うよ。何度も何度も捏造やってきてるけど、フジテレビはもうね、国民も我慢の限界よ。しかも今回のはとんでもないけんね、歴史的快挙に泥を塗るような行為やけんね、さすがに腹渡に煮え返るよね。これはねえ、フジテレビは今度やったら許さんぞい。ねえ、分かったかい。プロとしての仕事をちゃんとしましょう。では、ご視聴ありがとうございました。それでは。